始まりましたね。すごいなんかかしこまっちゃった。いや私今日のあの0時になった瞬間にツイートしたいと思って、やばい音出てる、音出てる、え、これ音消せないのかにね、ツイートしたくて、キャッポストしたくて、で今から誕生日ツイート作成するんです。そうよ、2時間前から準備するからね。だからタブレットをね、もうすっごい急いでログインして、そう、あー、そう下書き、そうだよ下書きするんだ今から。ぴったりにパッてやるからさ、イエーイ、パッてポスト、なんてやろうかな。画像は2枚23 今やるってみんなお下が来たら、ありがとう。13歳になりました。今日で23歳になりました。そうだから、あのこのタブレットは LINE も見れる、見れないわ、見れる、多分見れるから、いや見れない、これ LINE 見れないです。だから誰から来るとかも分かんないんですけど、今日で23歳になりました。ピカピカキラキラ、あ、間違えた、危ない危ない、投稿するとこだった、開業ってどうするのこれか、うん。なんか怖いこの画面が、なんかそわそわする、やばいどうしよう、そわそわするし、うん。今日で23歳になりました。うん、落ち着け私。もうさ、やばかった今日、緊張して、うん、いろいろ考えちゃうの、明日どうしようみたいな、なんかスピーチもなんかまとまんなくて、どうしよう、うん、ツイート後でいいや。そう、なんだかんだ考えてたんだけど、だからちょっとまずはショールームで落ち着きます。普段の私でいられるように頑張ります。Tシャツやっぱ似合うよねこの色、わかる。自画自賛、分かる。みんな緊張しないでお願い。私も緊張しちゃうから、うん。22歳やり残したことは、私はカウントダウン配信を絶対したいと思ってたので、それくらいかな、うん。去年のやつ、6月のやつか、ちゃんとね3つ飾ってある、いつも壁に。頭がポンポンポンってあります。こうもできる、あーかわいい、やっぱりやっぱりかわいい、ほらめっちゃ似合うよね私青。まあ何色でも似合っちゃうんですけどね、みんなの愛です。今年あるかな、ドキドキみたいな。ああドキ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 、うん、私ってブルベなのかな、よそ見なしで見ます。いやそうなんです、あ、わわわ、私が
皆さんに明日の生誕祭、会場に来てくださる方も、劇場に来てくださる方も、配信で見てくださる方もなんですけど、ちょっとお願いしたいことがあって、明日はもうずっと私のことを見ててくださいあんまり目を離さないでください。はい、そして全力のコールをよろしく、ナナミンコールをよろしくお願いします。はい、もうそれがあれば私はとっても嬉しいです。いっぱい見てください、もう私のこと、もう本当にいっぱい見てください、ずっと見ててください。あともう一つは、いっぱい笑ってください、はい、いっぱい笑ってください、よろしくお願いします。めっちゃ楽しみ。そうでね、もしっていうか、まあ恒例のなんかカラオケパートがあるんですよ、いつも生誕祭って。でそこでなんですけど、まだ他の曲は内緒なんですけど、1曲だけこれ絶対にみんなとやったら盛り上がるな、絶対に面白い、いや面白い、最高な、最高だなっていう曲が1個あって、みんなとやりたいっていう、それがちょっと皆さんになんか、なんだろう、宿題というか、もう皆さんによかったら覚えてきていただきたいんですけど、コールを、はい、HKT48 さんの最高かよっていう歌をやりたくてもうねチャットでは言ったんだけどね、あの曲はねすごく思い出の曲で、私が日向さんのソロコンサートに出演させていただいた時、そののバックダンサーで出演させていただいた時に、あの前座でやらせていただいた曲が最高かよなんですけど、そう、私は告知しますみんなにとコールを楽しみたい、いやめちゃくちゃ楽しい曲なんですよ、コールが。そう、本当にあの、そう、好きで、このみんなと絶対楽しめるなって思って、そうだからこの曲を最高かよ1曲あのフルコーラスでやろうと思ってるので、絶対みんな声枯れると思うんだけどしかも最後の最後でなんですけど、ちょっと絶対盛り上がるので、あの お願いしますそうだよ、もう本編でねきっと皆さん全力で声出し切ってくださると思うんですけど、最後にまだ来るかって、まだ行きますお願いします、みんなと一緒に楽しみたいなって思ってるので。そう、なんかねカラオケはその48グループ以外の曲も歌えたりするんですけど、私はなんか、いや個人的に好きな歌とかでもいいのかなと思ったんだけど、やっぱ生誕祭だから1年に1回みんなで集まれる日だから、そうだからちょっとコールもみんなで楽しめる、会場劇場にいるみんなで全員で楽しめる曲がいいなって思ったから、そう最高歌謡を選ばせていただきました。そうなんです。
去年はね、去年っていうか22歳の生誕祭は夜明けメイビー歌ったんですけど、もうそれめっちゃコール楽しくて、そうだから前回の経験して、あ、今回は絶対コールみんなが楽しめる曲がいいって思ったから、うん、だからそうしましたまあ他の曲はちょっと内緒なんですけどね。はい、そうなんです。ちょっとツイート見よう、みんなの。いや今日ねめっちゃエゴサしたよ、ずっと見てた。うん、あ、やばい、なんか日野からリップ来てるんだけど、日野からさ、ツイッター X でリップ来てる。ボス、我々はどんな髪型をすればよいでしょうか爆笑、考えよ、うん、ボスって誰だよ面白すぎるでしょ。その前にエゴサ、大塚七海おお、いいね。みんなエッサのこともツイートしてください。あ、やばい、配信してるよっていうのもツイートしよう。あ、みんな告知してくれてるわ、ありがとうね。当日券の告知してくれてる、ありがとう、うん、わあ、みんなありがとうね、嬉しいどんな髪型にしよっかな、みんな。え、いいの、私が決めて。どうしようか、決めておきます。確かにコール大変だよね、最高かよ、どうしよう、うん、すいませんね。でもあのメンバーにも言ってあるので、ちょっとごめんなさい、すごく前日に大変なことを、はい、言っちゃったんですけど、サビだけでもよろしくお願いします。ごめんね、全然あの歌えないところは全然あーいでいいのでごめんね。スピーチどうしよう、緊張する。いやなんかさ、本当に何年やっててもさ、ステージで一人で話すのって本当緊張するんだよね。メイクも頑張ろう明日めっちゃ時間かけよう。うん、スピーチはね考えてます。うん、ちょっと固まってはいるんだけど、そうこれね、そうなんですよ。もうこれさ、みんなにこれ渡したいくらい、私もこれ着ていいよって1個しかないけど、うん、でも逆にこれはなんか、もしあの生誕って間に合わない方は、そう、あの今までのもし買ってくださってる方はそれとか、なんかそう今までね出したやつとか、いろんな T シャツが集まるのもちょっと面白いかなって思うので、あの届かない方は、はい、もうそこはもうね、私はポジティブに考えてますうん、だから何でも何でも、うん、大丈夫です。私もあ、こんな T シャツあったーみたいな、そうね、今まで歴代のは黄色白
ハンギョドンハンギョドンだったんで、うん。本当に皆さん思い思いの何でもいいです。うん。そう自分でね作ってくださってるそう T シャツとかでもすごい嬉しいですし、そう思い出のね T シャツで勢ぞろいしたら嬉しいなって、うん、思います。楽しみだね。髪型がヒノのリップ無視してどうしよう、なんて返そうかな。めっちゃ面白いことし、じゃあサザエさんでとか言おうかな。いやこの音何すごいポロロロポスってなんだよ、本当に最高だな。わお、リリのすげえ、リリのすげえ。いつもこんな独り言言ってないからね。そうだそうなんです、私今岡田奈々さんのツイート、うん、ポストだ流れてきたんですけど、誕生日しちゃうんですよね、もう誇り。うん、ちょっと音消しとこう。あー今日もきしめさんは可愛いな。、うん、そうなんです、明日の生誕祭当日券があるんですよ。ちょっとありがたいことに当日券があるので、もし今配信見てる方で、あれあるの当日券、明日ちょうどなんか行けるんだよねみたいな方がいらっしゃったら、ぜひお待ちしてます。はい、バリバリあります。当日バリバリではないかもしれないですけど、当日券あるので、すごく気になってるなと、あなんか NCT こんな大塚七海みたいな子いたよなみたいな、ちょっと少しでも知ってる方がいらっしゃったら、ぜひ来てください。あーもう20分、緊張する。何する、誕生日になった瞬間。でも絶対に0時00分にツイートをするっていうのはもう決めてるので、今ずっと下書きの開いてる。ジャンプするよね、やっぱりジャンプ、ジャンプしてポスト、ジャンプしてポスト、シミュレーションしよう。よし、ここにポストの準備しといて、5 4 3 2 1、パーン、シュッ、オッケー。オッケーオッケー、シミュレーションできた。そうラーメン食べるって言ってたじゃん。いやもうよく考えてみたらさ、ラーメン食べちゃダメだよね多分この時間に。ちょっとむ顔むくんじゃうみたいな、そう顔むくんじゃうから、そうこの時間のラーメンはね顔むくんじゃうと思って、そう本当にごめんなさい。うん。ポストしようと。明日刀剣で行くことにしました。ありがとうございます、皆さん拍手。みはるさん推しのありがとうございます、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。ほらいらっしゃったわ、はあ、嬉しい、ありがとうございます。みはるさん推しの方ですね、はい覚えました、ありがとうございます。拍手、あとは来た、タワーが来ちゃったよ、ちょっと待って待って、タワー来ちゃったんだけど、なになになに、ねえいいよ、読みます。凌介タワーが来ました、いらっしゃった、待って、刀剣の方へのタワーです。えらい投げ方だな、ありがとうタワー、刀剣タワーいただきました。フライング優しい。そしてそれでタワーを投げる。ナナミをしよう。
ありがとう。凌介タワーでした。ありがとね。最高かよ、本当に。すごいな。どうなってるんだ、このルームは。嬉しいです。ありがとう。今日はね、配信な、配信は何時までできるんだろう。そのなんか誕生日の時は日付またいでできるっていうのは聞いたんですけど、何時までできるのかちょっと分かんなくて、うん、何時までなんだろうってなんか申請したんですけど、申請なくても大丈夫だよって言ってもらえた。そう、もう自動的に延長になるから申請しなくても大丈夫だよって。そう、念のため今日申請したんですよ、あのやりたいですってね。時間あるのかな、何時までとか。うん、そうそう、まあなかったら30分くらいやるか。そうだから今日はもう絶対にあのブチってならないです。私がこう変なことを言ったり、こうあの水着の写真とかを出さない限り待って、メール、待って、ありがとう、コメント、メールが、メール送れないじゃん。メールはねこのタブレットで送れないんですよ。やばい、ナイスコメントメール大事だよね。うん。え、どうしよう。これ一回退場しよう。50分くらいになったら。うん、素晴らしいアシスト。ありがとう、コメント。ね、一回換気休憩します。今日は50分になったら、はい。22歳最後のメールを送りたいので、50分になったら一回換気休憩をして、私も お茶飲んで、お水飲んでしたら第2部を開始とさせていただきますなんだこれ、うん、ありがとうございます、よろしくお願いします。11時くらいからまた始めますね、メール打ったら今必死にメール打ってるんだろうなと思いながら待っててください、うん、でもねちょっと切らないでいけそうだな、なんか、うん、ループになっちゃうかもしれないけど、切るのもったいないか、ツイート考えよう、ポストもう慣れない、今日で23歳になりました。私はいつもこんな感じでポストを考えてますあ、天井見てた今、めっちゃ恥ずかしい、うん、タブレットってさ、何これ、ローマ字打ち、めっちゃ難しいんだよね。みんな明日はもう今日から新潟入りしてくださる方いるの、してくださってる方いるのかな、それとも明日来てくださるのかな。いや本当明日ね、お休み取ってくださった方とか、なんかもう午前お仕事して新潟向かってくださる方とか、
そう、仕事終わりに来てくださる方とか本当にありがとう、ありがとうございます。うん、あ、前乗りしてる明日はね、明日お昼ちょっと配信しますね、うん、結構早いかも、11時くらいからか、10、うん、12時くらいか、ちょっとだけ11時か12時くらいからちょっとだけ配信します。全然もうね、行けなくてごめんなさいは言わないでください。もうそうなの、なんか昨日のおしゃべり会とかでね、そうなんだ、劇場ってね結構早く入るんですよ、皆さんが思ってる以上にそう、公演の日ってなんかそうなんですよ、早って思うじゃん、そうなんです、公演の日ってめ結構思ったより早く劇場入りするんですよ、そうだからこうなりますあ、そうでね、昨日のおしゃべり会で、そう生誕祭行けなくなったとか行けないっていう声をもう結構いらっしゃって、そうで、すごいなんかもう、え、全然謝んなくていいのにって思って、いやむしろ行きたいって思ってくださってるのが嬉しいし、今年は誕生日当日に生誕祭そうできるっていうことで、平日だったけど、今年は平日で来年は休日にする予定なので今からそうなので、うん、だから全然今年だけじゃないし、そうでもわかる、そうだよね、なんかそう本当にありがとう、その気持ちが嬉しいです私は、うん、しかも結構急に言っちゃったしさ、そうから全然他の、まあ、生誕祭以外にも公演はまだまだいっぱいやってるし、うん、おしゃべり会もありますし、そうもうね何にも気にしなくて大丈夫、大切なななみ推しの一人だっていうのは何にも変わらないし、会場組、劇場会場組に、はい、もうコールは託してくださって大丈夫です。でもそうだよね、行けないとそうごめんねっていう気持ちになってくれるのもすごい嬉しいです私は。でも全然そうは思わなくていいですし、うん、ね、劇場で見てくださってる方も配信で見てくださってる方も、明日はみんなに思いを伝えられる日にしたいなって思ってるので、うん、そう今年だけじゃないからね、うん、もう来年はもっと成長して、はいそうよ、生誕祭迎えられたらいいなって思ってる、もう来年の話しちゃってるけど、うん、わーい、ありがとうございます、もうお祝いしてくださってる皆さん、そうだ、換気休憩の時にツイートも考えよう、ポスト、わかる、気が早い、2部は2部っていうかこのあとね23時からはカラオケしようかなと思ってます、はい、うん、あれ私じゃあ X でシェアしたっけ、そういえばしてないよね、
カウントダウンスペシャルだから、カウントダウン TV だから最高かよ、歌おうかな、それはダメかな明日はポニーテールしますよ、私気合の、はい、ポニーテールします。そう、なんか結局まあなんかおろしとかも迷ったんだけど、やっぱね、おろしじゃないな、おろしも好きなんだけど、おろしも好きだし、おろしは好きだよって言ってくださる方もめっちゃ多くて、そう、私もあ、今年はおろしにしようってちょっと思ってたんですよ、本当に。そう、でもなんか私髪アップしてる方がいいなって思って、うん、そう、だからやっぱりポニーテールがいいなって、もう何も気にせず、髪を気にせず集中できるなって思ってうん、メンバーの髪型はね、何にしよう考えます、うん、そう、ガンガンポニーテール振り回して踊りたいので楽しみにしてて、あと明日はね、とっても天気が悪いみたいで寒いと思うので、まあ私今半袖なんですけどね寒いと思うので暖かくしてきてください。劇場入っちゃえばもう熱々になると思うんですけど、うん、ポニテはねやっぱ気合入るんだよね、多分外は寒いと思います、かなり。まあね、新幹線とか止まることはないと思います、さすがに、うん、寒いと思う、天気悪いですね、きっと。なんかニュースで見た。明日6時開演ですので、よろしくお願いします。楽しみだな。雨かな？私ってさ、なんか雨女説があるんだよね、実は。え、曇り女説？うん、そう、え、明日18時だよね、18時ですよ、風が強いのか、風が強いそうですよ。天気調べよう。まだタブレット全然使いこなしてない。出た。あれ、なんか東京が出てるんだけど。え、なんでなんか今さ、え、27度だと思って、今27度もあんじゃんって、そう、あっつって思ったらダナンだった誰がダナンいるの今、うん火曜だよね、雨ですね、そして寒そうですね、やっぱり19度くらい、8、10、最低10、風ですね、ピューピュー言ってますダナン熱っ、え、ダナン熱っ、ちょっと待って、最高30度なんだけど、やばいわこれ、いやでも確かにあったかかったもんな、なんか、うん、あったかかった、なんかすごいやっぱ日本とはなんか違った、え、30度信じられないね、うわすごい、
東京も出てくる。東京22度。あ、新潟と一緒じゃん。うん、ダナンでした。そう、あのさ、なんか毎年あの生誕祭の時期になるとファンの皆様がアイコンをそのみんながポ X とかでアイコンにできるようななんか共通アイコンを作ってくださるんですけど、そう、もう毎年超可愛くて、今年の見ました？今年のがなんかラーメンに、あ、なんかラーメンが温泉になっててそれに使ってる私みたいな、超可愛いって。そう、うん、センスしかない。誰？可愛いよ、毎年天才。そう、私すっごいセンスないのに、なんかななみ推しはセンス抜群なんですよね。いつも去年22歳の時のあの生誕のディスプレイも超可愛くて、そう、アルバムもちょっと今手元にないんですけど、アルバムも超うまくて、なんかセンス抜群。いや、そう、私と全然違うんだよね、ななみ推し、ななみあるあるなんですけど、本人はセンスないのに、あの推し、七海推しがセンスありすぎてちょうどこう中和されてるっていう、うん、天才です。あなた方は天才です。おいおいおい、七海七海だったらこれ、なんかあれ、何、私の目が悪いのかな、推しに似ない、そう、天才なんですよね。欲しいわそのセンス。だからなんかグッズとかさ、もう全部みんなに考えてほしいんだよ。でもこの生誕 T シャツはちょっと自信作なので、はい、本当にすごい、うん、そう、あの前回のなんか椅子みたいなやつも、あのなんか天才かと思った。うん、落語のやつも、土地音がビスも、笑いのセンスは全然だよ。デザイン毎回好きよ、ありがとう。すごいよ本当に、うん。ありがたいです。いい色だよね。え、わかる、今日のエッサめっちゃ面白かったよ。ていうか聞いてほしい、私え5ヶ月ぶりだったらしくて、エッサが、いや確かに最近あのスタジオ行けてないなと思ってたんですよ。でもまさか5ヶ月ぶりだと思わなくて、え、私って結構エッサの出演回数結構上位に入らせていただいてて、そう、なんかあれ全然出てなくて最近。したもうできんかと思って、できんじゃなかったんですけど、うん、そうそう、なんか初めてそのなんかマネージャーさんとこの間お話ししてた時に、そう、次エッサーが私の誕生日の前日だから出演させて、出演選ぼうと思ってるんだけど私をって言ってくれて、言ってくれてじゃん、言ってくださって、マネージャーさんが、そう、でなんか初めてもし一緒に出るなら誰がいいって相談を受けて、あらいいんですかみたいな、私の指名でいいんですかみたいな、そうで、もう言ってくださって、初めてで、あ、そんななんか、私なんかがって思ったんだけど、すごい私は後輩と一緒に出てみたくて、うん、そうで、なんかね、私が思うに、なんか絶対もなんか喋ったら面白いから、もっと自分その面白さを出してほしいって思う人を選んだんですよ。
それがまず花江で、そう花江はもうなんかまあ見てるだけで面白いっていうのはもう皆さんご存知の通りなんですけど、喋ることも面白くて、なんか多分頭いいよねきっと。なんかその発言とか見てる聞いてるとすごい頭の回転が早いし、うん、私すごい面白いなって思っていつも。そうでこの間の花江の生誕祭の日、お仕事終わり、そのアルビのイベント終わりで劇場ちょうどいて、でリハーサルしてたからちょっと見させてもらったんですよ。そうこっそりこうやって鍵から、うん、そしたらもうめちゃくちゃ良くて、なんかかね、生誕祭だからまあまあそのやる楽曲、3部でやる楽曲でセンターにいたんですけど、なんかでももし花江が今この真ん中にいなくても、なんか多分一番こう一生懸命ですごい目がいくなって思って、なんか一生懸命さが、てかダンスもめっちゃうまいし、うん、声もいいし、なんかめっちゃ上から目線ですっごい気持ち悪いねごめんなんですけど、私の目にはすごい花江が輝いて見えて、そうでラジオでそれ言ったら花江を泣かせてしまったお時間ありがとうありがとう、もう早くない、なんか今日時間経つ、そうだから花江にもっといろんななんかラジオとか出てで見たいって思ったから、うん、そう指名しちゃった、うん、やばいめっちゃ上から見せるのごめんごめんごめん、時間経つの早いね今日、わかる。ユハはねあのもう仲良し枠で、はい一番喋ってる後輩かな、うん、でさユハがさタンプレくれたのよお誕生日プレゼント、びっくりしたユハ、めっちゃそう、まあ、何もらったかちょっと秘密にするんですけど、びっくりした、いいのにって、気づかなくていいのにってめっちゃ嬉しかった、うん、そう嬉しかった、うん、だからユーハには今度あのいっぱいおごりますご飯とかうん、いい子だよね、いい子っていうかもううん本当にいいの、私なんかに、うん、じゃあそろそろちょっと行ってきますか。これさ配信切らなきゃループだよね、ループの顔がやばいことになりたくないから一回この画面でループにしよう、大丈夫かな、ちょっと待って、待っててねみんな、私行ってくる。